はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。ついにやってしまいました。いやー、まあいろいろ悩んだんですけど、やっぱこうするべきなんかなと思ってね、ということでシバドラにブラザーを振りました。イエイ。まあね、やっぱりシバドラ使っててさ、昨日死んだ晩鐘コラボを周回してて思ったんですよ。もうなんかさ、強いんだ強いんだシバドラ、とりあえず。だからまあね、プラス振らないとこいつの 2way も活かせないしさ、まあ、リーダーにもしづらいかなってことで、まあ、やっぱねハイパーにしたからできることもあると思うんですよね、シバドラさん。なんで今日はこのシバドラさんを使ってアルテミスをハイパーにしたいと思います。さらばだ。はい、ということでね、ついにモンポリューを食いました。はいいやー、まあ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 でしょうねって思った方もいれば、って思った方もいると思いますけど、まあ前々からね、僕の動画見てくれてる方はずっと僕、あのシバドラが2体いて、でそいつなんで2体買ったかっていうと、前の初代シバドラにプラスがついてたからなんですよね。なんで、どう解体しようかなと思った結果、新しくねアルテミスをこの前のゴッドフェスで引いたんで、あ、まあこれしかないなと思って、今日チョキエムやってね、スキルマにしたんで、まあそういうことうん、そういうことです。なんで、もちろん他の属性にプラスを振る気なんて全くありません。全然安心してください安心してください、大丈夫です。はい、ということでね、まあこんなくだらん動画ですけど、ありがとうございました。で、今アルテミスがね、またこう一体増えちゃったことによってね、一面が綺麗に並ばなくなっちゃったんで、どうしようかなって思ってます。闇アルテミスはとりあえず3列目に突入するんで、今あと3体いるから、うん、あと1体で3列ちょうどかな。なんで、まあ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 、アルテミスさんはね、これからもね、よろしくお願いします、ついにモンポリュー食ったからね、ついにシバドラ食ったから、いやー、いいね、ありがとう、君とアリエル。